どうもどうも、大気の器チャンネルです。どうも、大気の器チャンネルでございます。毎日毎日、毎日もやってないんですけども、はい、今日もですね、つらずらと話していきたいと思いますね。もうね、陶器のことをね、話そうなんです。今日これ、はい、急須ですね。はい、急須を作っておりました。はい、急須を作ってたんですけどもね、別に急須の話じゃないんですね。まあね、これ、組み上げていくんですけども、はい。各部署と組み上げていくんですけども、ですね、変わったお客さんがいましてね、ちょっと、はい。今日ね、来はったんですよ。これ、お客さん、厳密に言うとお客さんでもないんですけどね、まあ、ちょっとその話をね、これ、ちょっと話そうと思って、しようかなと思うんですけども、N さん、ね、その人 N さんってしときましょうか。N さん。この N さんがですね、この N さんっていう人がですね、ちょっと付き合い長いこともないんですけどね、変わった人なんですよ。すごい変わった人で。これですね、これ、はい。バッ、はい。キノコの山、ね、タケノコの里、キノコの山の、キノコの山専用皿ね。これですね。まあ、これでちょっとですね、テレビとか、あとネットニュースとかに取り上げていただきまして、ちょっとわっと広がった。あれがね、もうね、4年ぐらい前なんですよ。2015年なんですよ。ね。で、まあ、おかげさまでね、今もぼちぼちと注文をいただくんですけども、はい、これ。これがですね、まあ、テレビに出まして、人間国宝さんですね。隣の人間国宝さんでいっぱいテレビに出て、だから結構見たって言うてね、その時、お客さんが、あれなんですよ。結構ね、ぼちぼち、ザラザラっと、うちに、実際来てちょっと見るっていう人たちが増えたんですわ。で、まあまあ見てね、大概の人はね、買って帰ってくれやるんですけども、こんなんですか？面白い言うてね、いくらですか？言うて買って帰るんですけど、その N さんもね、一回目ね、あれはいつ頃やったかな？放送が終わって2015年のあれ10月頃放送したんですよ。10月か9月放送してね、一月ぐらい経ってね、ちょっと落ち着いた頃にね、来はったんですわ。で、信楽の外の人でね、信楽以外の人で外から来はったんですよ。家族で来はったんですよ。家族で。奥さん連れて、子供さんもいたんちゃうかな。でね、平日ですよ。平日に、もうすごい見ましたと。わ、奥田さんですか？テレビで見ましたと。で、キノコの山のお皿ちょっと見させてください言うて来て、うわー、これすごいって言うてね、2時間半ぐらいやったんですよ。午前中ずっとやったんですよ。確かそうやったと。もう奥さんと二人出て、僕らも、もうお袋も出てきて、お茶も出してね。ああ、そうですか、ありがとうございます。見てください。ああ、そうですか、そうですか。言って、まあ、でね、いや、もうこんな面白いもんね、あると思いませんでしたね。僕ね、こういうとこ住んでてね、信楽が好きで、よく行くんです。で、こんなね、テレビで見たんで、もう絶対行かなあかんって言うてね。まあ、2時間半ですよ。覚えてますよ。2時間半ずーっとして、もう喋って、僕も相手して、あ、そうっすかー言うてなんですね。まあね。こんなこと言うたらないですけど、当然ね。あ、買いあるだと。そりゃそうやと。もう2時間半も見て、こんだけのね、キノコの山、タケノコの里専用皿のことを、まあ面白い。うわ、すごいと思って、こんな褒めてくれやるわけですよ。あ、当然それ買いあるやると、2時間半もね、いたらと思って。ね。いや、まあお昼頃になったんかな。じゃあ、ありがとうございました。で、お茶も出してね。あんた、ありがとうございました。いや、もう面白かったなーって言うて、夫婦で帰って行っちゃったんですよ。子供連れて。で、まあ、帰ったら、まあ、いいですよ。別にね、買わなあかんなんていう方もありませんし、ね、楽しんでもらえたらそれでいいですから、いやー、2時間半、いや、平日の2時間半、いや、買えやったでって思ってたんやけど、まあ、そういう人も、ね、そういう楽しみ方もありますし、何も別に、なんていうんですか。まあ、見てもうたしと。ただまあ長いことしゃべやったなーって、あ、午前中することあったのになーって思いながら、まあ帰やったんです。まあまあいいですわね。でまあ、しばらくしたらですね、またそっからね、2週間か3週間ぐらい経ってからですかね、クリスマスが近かったんですよ。確か。クリスマスが。一人で、その N さん来はったんですよ。また。うちの大輝の器のギャラリーに、平日ですよ。一人で来はったんですよ。ああ、また来はったと思って、ああ、どうもどうも、この前は、どうもありがとうございましたっていう話してて、いや、もう、しがらき、僕、休みで、しがらきね、休みやったんで、しがらきちょっと回ってね、大輝さんとこ、もう、寄らなあかん思って、来させてもらったんですよって言って来てくれて、嬉しいですよ。こんなこと言うてくれやねん、嬉しいなと。ああ、ま
わらわらもありがとうございます。で、またね、このキノコの山とか、タケノコの里とか、あの、じゃあ、水金窟見てね、いいですね、言って、あ、これすごいですわ、もう大輝さんのやってることね、もうほんま面白いですわ、言うて、まだ3時間ぐらいやったんですよ。3時間ぐらいやったんですね。で、まあもう、この時、あ、これ、買いやるかなと。あ、なるほど、1回目、なんですかね、1回目、まあ、ちょっと、どんなもんか実物を見て、で考えて、あ、2回目、ね。それでちょっとどうしようかなと、3、2回目これキャプテンやと思ったんですよ。ああ、なるほどな、と思って。でもその、じゃあその2回目の時がね、クリスマス近くで。で、僕ね、ちょっとクリスマスでね、セブンイレブンで、クリスマス用のチキン買うてこいってね、言われてるんでね、それをね、ちょっと買って帰ろうと思いますんで、どうも、さよならって言ってね、また帰ってきちゃったんですよ。3時間喋って。おおおと思ってね、おー、なかなか、おー、N さん、おー、なかなか、おー、すごいやないか、と。3時間喋ってから平日ですよ。平日。仕事ね。テントの山、こっちはオープンしたって言ってますから。オープンしてるって言うんですけど、あ、そうですよ。ありがとうございますっていう感じでね。まあ、あ大変だなと。その、仕上げなあかんものもたくさんあるのになって思いながらね。こう、破壊やったね、と。セブンイレブンのフライドチキンは買うけど、うちのキノコの山の皿借り買わんのかいって。で、ちょっとね、ブラックな、大輝くんが。ブラックなことを考えたんですが、ああ、ありがとうございましたって言うてね。まあ、どれも買いやったんですよ。で、そっからね、クリスマス明けて一週間後ぐらいやったんちゃうかな。はぁ、あ。一週間ぐらいやったんちゃうかな。僕ちょっと外出てて、外出てて、サービスエリアかなんかで泊まってたんですよ。サービスエリアかなんかで、ちょっと、高速道路の、ちょっと用事があって、泊まってたらね、電話鳴るんですよ。その人から電話鳴るんですよ。でも何やろと思って、電話取ったら、今から信楽行きますんで、大輝さん、行ってもいいですかって言うてきゃるんですよ。今から行かせてくださいって言うて、でもと、あ、いや、今日ね、ちょっとね、もうサービスエリア、ちょっと出てるんですわ、今、出先なんですよ、すいませんって言ったら、あ、そうですか、え ?1 時間だけでもお話できませんかとか、ね、ちょっとだけ、もう今からちょっとだけ行かせてくださいって言う、やるんですよ。これは変わってるぞ。N さん、僕ね、大好きなんです、N さん、大好きなんですから、これは N さん変わってるぞ、と思って。ね、でも、その日はね、もうどうしても信楽に帰ってこれなかったんで、いや、すいません、そんなこと言うのできないんですよ。あ、わかりました。ほら、また行きますって言ってね、電話切り張ってね。で、また来たんですよ。その、しばらく年明けたんかな、また来たんですよ。ええ。あとやったんですよ。平日にね。その人、平日が休みの仕事をやったみたいなんでね。僕も普通にカレンダー通りなんですわ。まあ土日開けてたりし、開けてますけども。まあそれでお袋が中心になってね、やってる時もカレンダー通りなんですわ。まあ平日に来るんですよ。で、で、また1時間ぐらい喋って、で、もうね、まあもう正直ね、仕事がある。やらなあかんことも、まあ、こんなね、YouTube でお前喋っとるやないかいって言われますけど、やらなあかんこともあるんで、ちょっと、すいませんと。エルさんすいません。ちょっとね、なんて言うんですか。まあ、なんていうか、ね、ちょっと早く帰ってくんねえかなって。ちょっと、あれかなって思ってね。で、N さんもね、やっぱそれは感じはってね、ああ、すいませんでしたと、仕事あんのにすいません、言うて、また1時間ぐらいかな、喋って、また4回帰っていっちゃったんですよ。で、その N さんね、N さん、絶対買ってくれないんですよ。いや、いいんですよ。欲しいっていうぐらいの、なんちゅうんですか、僕のね、商品から欲しいっていうパッションがまあ感じられないんでしょ。そりゃそうですよ。そりゃそうですね。その人にね、買ってくれなんていうのね。これ、大がましい。僕、クラウドファンディングしましたやんか。クラウドファンディング。ね。スポットっていう、統制のスピーカーでクラウドファンディングをさせてもらったときにね。あれね、そのね、これはまあ、優れた商品やったら大丈夫なんでしょうけども、基本ね、まずその、クラウドファンディングの担当者、会社の担当者の人から、目標金額の2割は、もう初日か2日目の間に、もう、売ってくださいって言われるんですよ。そうしないと、周りの人が見て、それをネットで見て、あ、これ面白いなって言うて、食いつきませんと。だから、目標金額 20% 達成っていうのは、もうその、クラウド公開して、2日目ぐらいにはもう、できれば1日でも、達成してくださいと言われるんですわ。
だから、あれ最初の2割は、知り合いとか、もう土営業ですよ。電話で、こんなんやります、お願いしますとか、ちょっと協力してくださいっていうふうに言うんです。で、僕もそう言うんですよ、スポットね。言うてね、お願いしますって言うてたんですよ。で、あ、N さんやと。これも、ちょうどええと。ね。これも N さんにしっかりこれ、一つ協力してもらおうと思ってね。いや、あんだけね、あんだけうちのことをね、大地さんって言うてきてくれはるんで、俺 N さんにお願いしようと思って N さんに電話したわけですよ。クラウドでやります、お願いしますって言ったの。え、N さん、ああ、そうですか、わかりましたって言って、考えますって言って、N さんね、クラウドを協力してくれなかったんですね。まあ、しょうがない。ね、もう全然いいんですよ。全然いいんですよ、そんなんね。もう欲しくもない商品買ったとかしょうがないですから。なんか欲しい商品を俺が作れと。大輝さんが欲しい商品作って、みんなから求められろって話ですから、僕何にも思ってません。全然大丈夫です。で、その N さん、ちょっとしばらくね、連絡なかったんですけど、今日連絡があったんですよ。その間にも一回連絡がありましたが、なんか大輝さんを知ってる人が僕の職場にいるんですけど、大輝さんこの人知ってますとかいうね、もうどうでもいい電話ありましたわ。どうでもいい電話ありましたわ。もうね、今日、あった、何やろなと思って N さんから、何やろと思ったら N さんから、僕のちょっと応援してるイベントがあるんで、そのチラシを大輝さんのところに置いてくださいって、いうふうに言うてきちゃったんです。大輝のさんで置いてもってもいいでしょうかって、まあ全然いいですよ。全然いいです。そんなにいくらでも置いてくださいって言うてるんですけども、ね、買ってもったことないんだよね。N さんにね。N さん、厳密に言うとお客さんじゃないんだよね。厳密に言うとね。はい。いいんですよ。全然そのイベントのチラシ、なんか協力させてもらいますよ。なんかチラシぐらいお貸してもらういくらでも。けどね、N さん、この人、一回もうちの商品買ってねえんだよな、っていうね。で、一回来た人間さんやけどね。結構なんかぐいぐい来るけど、うちの人に勝てねえんだよな、っていうことをね、思ったっていう話です。何もありません、別にね。こんなオチなんてつけれません。まあ、オチなんて話つけれません、そんな。ただ、かがいます。常日頃、つれづれと陶器を作って、今日はこの急須をね、組み立てておりました。急須を作っている間に、なんて言うんですかね、感じるというか、あれ、あ、こんな子だったなって。今日連絡あって、こうやってんな。別に、僕 N さんね、僕 N さん大好きなんですよ。面白い人なんですよ。面白い人なんですよ。お前には N さんだって思うんですけども。ね、いつもすごく活発にね、来られてます。僕大好き。N さんまた来てくださいね。お願いします。また来ていくらでも来てください。ただ N さん、どうですか？そろそろ一枚買いませんか？キノコのね、専用皿ね。あんだけ N さんを褒めてくれたじゃないですか。どうですか一枚ね。これ買ってもね、僕ね、悪くないと思うね。決してね、バチ渡らないと思うんですよ。ね。もういくらでもね、イベントのなんていうんですか。はい。宣伝やね、チラシなんかね、置いていただければ結構です。皆さんもね、もう気軽に言ってくださいよ。はい。置いてくださいと言ったら僕動かしてもらいますんでね。N さん、不思議な人です。客商売してたらね。なかなかね、でも客商売しててもそうですね。うん、珍しいね、ああいうタイプの人ね。いるっていうけど意外と珍しいね。うん、お、すごいな、N さん。まあ、これからもね、頑張ってくる。まあ、これからも、N さん、大輝の器、チャンネル、大輝の器よろしくお願いいたします。ぜひね、水金窟なんかもね、お家で、ね、ご家庭で買っていただければ、卓上でね、水金窟の音も聞けますんでね。ぜひですね、ご用命のほどね、考え、ご用命をね、お願いしたいなというふうに思います。それでは皆さん、N さんの、話でした。もう長い付き合い、 N さんとは4年以上の長い付き合いです。 N さんまた来てね。バイバイ。